マコさん、マコさんってジャパン初参戦のことって未だに覚えたりとかされてるんですか？全然。昔の時のジャパンの時ってどういう心境やったんかなとかちょっと気になる。焦ってた。いや、ていうか記憶にないから焦ってたんじゃないかな。もう焦るっていうのは結果を残したいっていう焦り。いや、どっちかっつったら自分をパフォーマンスちゃんと出したいとか、なんだろうね、はい、普段のデータ以上のものを出したいみたいな感じじゃない。俺もっとできるんですよっていうのを必死に周りにアピールしようとしてたことも多かっただろうし、だから多分一試合一試合が常に冷静じゃなかったと思う。記憶にもそんなにないし、ね、特に今、まあ、孫さんは入れ替えられてるってことですけど、その時にはもうその焦りとかはもうなくなってたんですよね。うん、緊張はしてたけどね。ああ、はい。緊張はしてたけど、焦ることはせなかったかな、思う。なんかね、はい、試合の考え方で、変な考え方なんやけど、はい、それはゲームの流れって、ゲスで普通、優勢みたいな感じで、普通の時にいかに自分側に波を取ってくるかみたいな。要はその期間で自分のデータ通りのダーツをするかっていうのをどれだけ普段の力を持ってくるか最高みたいなもんで、はい、デメが普段練習するのを慰めて試合のためって言ってるけど、どうやって出すのかなっていうのは本当に変な考え方してるんだけど、最高だと思ったら、はい、デメが1から6まであるんですよ、うん、基本の最高だって。そうですね。でトップの人だってデメが俺は1から6じゃなくて4から6の4頃の最高しかないんだよ。なるほどなるほど。でその死亡の最後しかないのって、まあ、要はそれはレーティングだと思う。でレーティングとあともう一個がメンタルなんだけど、はい、データを知っていったりとか焦らないっていうことをしなくなっていけば 1,2,3,4,5,6 の最後のデメか 2,2,3,4,5,6 デメが切り上がっていくと思う、はい、トップに残ってる人なんてあんまり下のダースで打たないじゃん。そうですね。平均値は打つけど平均以下はなくて、はい、でもちょっと上とかは打つけどそんなにドカンと上も打たない。うんうんうん、でそれっても要は死亡のパフォーマンスしか出してないんだ。あ、そういうことですね、はい、うん、じゃあその試合で一回一回対戦相手と当たっていく中でその時の勝負のサイコロを一人ずつ振ってるわけです。俺はまだサイコロが1から6まであったと思ってて、毎試合毎試合1から6を振って5が出たり6が出たり相手よりも高いデメを出して試合に勝ち上がっていったみたいなイメージ、ね、ではデメっていうのは運だし、まあ、実力もちょっと入るけど、はい、基本的には運だから、うん、宝くじみたいなイメージもある。なるほどですね。まあ、でも宝くじって買わなきゃ当たるんですよ。はい、そうですね、うん、だから試合に出るイコール宝くじ買ってると思うんで。なるほど。で試合に出てロビン抜けたりとかその1回戦2回戦行ったりっていうのはそのサイコロのデメをいじっていければ結構安定していけるわけだ。でも上に行けば行くほどその死亡のサイコロしか持ってない人でやっていくわけだ。はい、うん、じゃあその死亡同士ではもうそこはもうほんまに劣勢、普通、優勢、はい、もうその普通の時にどんだけお互いにいいダーツを自分の波に持ってくるかみたいな、うん、4対4でも同じデメでもどんだけ我慢して相手がミスるのを待つかっていうようなこと、自分のダーツができて負けることはもうそれは仕方がないと思うっていうイメージ。だから最近の試合やったら結構覚えてるけど過去の試合どうでしたかって言われるとそこも考えてなかったから、はい、うん、一生懸命すぎたというか無我夢中だったよね。はい、周りが見えてないからだから弱かったんじゃないかなって思う。なるほど。